はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。最近ですね、ちょっと肌のツヤが良くなってきてるんですよね。藤原紀香さん大絶賛のヘンプオイルをですね、ちょっとこう塗ったりとかいろいろ飲んだりとかしてるんですが、それがいいのかもしれませんね。髪の毛もちょっと濃くなってきたような気がするんですが、どうなんでしょう。オメガ3、オメガ6がたっぷりね入ってるそうなんですよ。はい、それは余談としまして、ヤマハの G2E が入ってきました。いいピアノです。めちゃくちゃいいピアノ。G2E168364 という製造番号で、まあ、年代的には昭和50年前後のものかなという感じですが、まあ社員がちょっとずつ手を入れ始めてます。ちょっとね、こういうところアルミのところがね、塗料が剥げたりとかね、こういう風にしてますけど、この辺も綺麗にしていきますのでね、塗り直しますので、それはご安心ください。まあ逆に、まあ別にこんな気にしないよってね、どうせ楽譜当てたらまた傷つけるしとかね、言っていただけたら、その分ゴンと下がります、値段がね。手間がかからない分安くなる、まあ当然ですけどね。そういう風に言ってくださいね、ご希望の場合はね。あとなんか低音の1から3キー触らないでくださいね。触ったらあかん言いながら触ってますけど、なんか今社員が手を入れ始めてるようですね。はい、まあ中型と小型の間ぐらいの、ちょうどいいぐらいのね、一般家庭にはちょうどいいぐらいのピアノですね。そんなに大きな傷は、まあここはね譜面置くとこなんでね、擦り傷ありますが、蓋の上とかはそんな、これはほこりですね、ほとんどないですね。はい、綺麗な状態です。それでは音を聞いてみましょう。どんな音がするのかな。お、綺麗。おー、よく伸びる。おー、低音もいいですね。こういうね、アルペジオ弾くときにナインスの音を入れるといいんですよ。例えばドミソだとね、レの音入れるんですね。 G だったらラの音入れる。ナインス、ここから数で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 番目の音ですねを足すといいでしょ。でその9番目の音をフラットさせて、フラット9という響きが、こういう響き、いいでしょ。させるとすごい響きが綺麗ですね。あのコード勉強されてる方はね、ちょっとやってみられていったらいいと思いますよ。この曲よく弾きますけども、服部克久さんのル・ローンヌって曲でね、 NHK のピアノの稽古でもテーマ曲でこれね使われてましたけどね。あー綺麗、もうたまりませんね。まあちょっとあの年代的にはですね、古く感じるかもしれませんが、まだまだ全然大丈夫ですね。というかあと30年ぐらい軽く使ってもらえるように手を入れてから出しますから、あのそこはね、安心してください。まあネットで売ってるからこそ、あの信用って大事なのでね、気をつけてね、きちんと手を入れてますからね、よろしくお願いします。まあ傷の修理はいらんとかね、その辺は言っていただけると助かるんですがね、ものすごい時間があるんですよ。で特にこれから梅雨でしょ、梅雨時になるとね、
もうね、乾かない、塗料が乾かないって言って、ね、納期が遅れるみたいなことがね、できる時期なのでね、こういうこの時期は、まあ、その辺、ちょっと言っていただいたらありがたいですが、まあ、綺麗に直してほしいことであれば、塗り直しますからね、ご安心ください。どうぞよろしくお願いします。ヤマハの G2E のご紹介でした。それでは、さよなら。